アングル変えた変えた。逆向きにした。こっち側からこう映してたんだけど、もしくは正面から撮ってたんだけど、壁から撮ってるね、今。はい、わたつ、のんちゃんいらっしゃい。携帯でアイテム買ったらアイテム欄開くまでに一生時間かかる。あ、そうなんだ。ああ、俺アイテム買ったことないからわかんないんだよな。ねえ、リスナーをほとんどやったことないからさ。配信者が。だから、たまにね、延長チケットどうやってやるの？どうやって買うの？って言われて。延長チケット買うって何？っつって。あ、そういえば俺買ったことないからわかんねえわ。つって。リスナーとしての経験値がほぼない。おお、ラスプーチンいらっしゃい。ラスプーチンは来るわ、ヒトラーは来るわ。すげえな、この枠。濃いな。クソカスカウス来ねえな、今日。おい、スノープさんいらっしゃい。なんかね、ビックリマンみたいなやつ、クランキーのビックリマン。パチンコの景品だね。あとカントリーマームだね。おお、マルキニオスいらっしゃい。めちゃくちゃだよね、クソカスカオスってね。面白いんだよね、クソカスカオス。イケメンだし。めちゃめちゃかっこいい、あの人は。結構いい生き方してるよ。そうなの？左手ってダメなの？部屋の構造的にこっち側の方がいいかなと思って。見づらい。画面の話し手が左向き、正面が自然かな。こっち結構気に入ってるけどな。逆側からにする？どっちでもいいよ。不自然に感じたら言って。うまっ。カントリーマンマジでうまいよね。クッキー界の濃縮を変えたよね。家系まあダメ、俺家合わない。逆だと、まあ、いつもの角度っていうか、まあ、どっちでもいいんだけど、この辺になるのかな。でも、ライトが逆光で多分見づらいと思うけどね。と、こっちの方がいい。ライト見づらくない？逆光で。眩しいと思うけど、どっちでもいいよ、俺は。逆光になっちゃうんだよね。ライト眩しいでしょ？見づらいでしょ？ライト切ってみる？そうすると暗いんだよね、このカメラ。暗いでしょ？さっきの方が良くない？どう？さっきの方が良くない？どっちがいい？さっきの方がいい？まあいろいろ試しちゃうね。どっちがいいか分かりやすいからいいよね。この辺かな。カメラで映してるの？ウェブカメだよ。ウェブカメ。こっちの方がね、釈迦がここにいるから、普段。多分こっちの方が見やすいとは思うけど。
うまっ。ロジクール買った。なんかアクションカムをつないで 4K で撮ろうと思ってたの。なんか空の色合いとかすげえ綺麗に撮れんの、ソニーのアクションカム。で、ウェブカメ USB で接続して、ウェブカメから代わりに使うのに6万で買おうと思ったら、接続できませんって言われて。接続、つなげることはできるんだけど、データ転送しかできないって言われて。意味ねえやと思って。トイレ行ってくるわ。あ、フォローありがとう。ロジクールももう4つ目だかんな。ヘビーに使いすぎだよ、もう。1万さ、いくらのカメラをさ、ローテーションでね、使ってくもん。金かかるよね。しょうがないよね。消耗品だかんね。配信者にとってカメラなんてね、もう、一番重要な素材だもんね。素材じゃねえ、道具だもんね。ああ、ジャイロ配信画質いいんだ。あ、まあ、ニコ生勢はやっぱ機材強いよね。新やっちょも機材強いし。パソコンで配信するっていう癖がついてる人たちは、やっぱカメラはうまいよ。みどりさんとかもカメラワーク抜群だしね。ニコ生から入ってよかったなぁとは思ってる、そこは。ニコ生をやってなかったら分かんなかったろうな。携帯電話だとお手軽にできるし楽なんだけど、充電とか。俺携帯向かないよね、携帯配信。パソコンは手に持って、そこに止めてる、ウェブカメラ。パソコン手に持って、パソコンの上にウェブカメラクリップで止めてる。もしくはこのスタンドにカメラをつけて、パソコンを地面に置いて、こうやって引きで撮るっていう。風景とか撮るときは手ブレとかを抑えるためにこいつを使うのね。スタンドを。これで、こういうふうにカメラのアングル調整して、こうやって。こうやってやるとゆっくり動くから綺麗に撮れるの。こうやって。風景。そのアグークローとかこうやって撮ってたね。広角レンズはつけないね。
ウェブカメラの場合、要は携帯だと画角が狭いんだけど、要は自分が撮れるぐらいの距離しかないから。だけど、ウェブカメラがもともと広角なのよ。だから距離感こんなに手の届くところなのに、ワイドに撮れてるでしょ。だからウェブカメラ自体がもともと広角になってるの。もうさ、これしんどいし、手ずっとこうやってやってるから、この辺ビリビリするよ。こうやって。あと目立つしね。俺だってもう夜行性だもん。寝たい時に寝て、起きたい時に起きてるから。ダメ人間だからね。まあ、これだけ高画質にできたらね、いいよね。多分結構引き伸ばしてもだいぶいいと思うもん。これでも見れるでしょ。引き伸ばしても綺麗でしょ。多少落ちるけど。すごいでしょ。画質結構いいと思うよ。ガーって引き伸ばすのもね、ちょっと粗さが出てくるけど。いいでしょ。2カメとかも全然できるよ。パソコン配信の面白さはそこだよね。例えばこっち側でスポーツ観戦とかしながら、例えばこっちでお祭りの風景を流すじゃん。で、解説者として、ちょっと待って、今設定してあげる。こういう2カメってやつができる。ワイプ芸ができるから。あ、間違えた。ちょっと待って。あれ、こういう、この2つのカメラの視点を作れるから、こういうことができるっていうのはでかいところよね。漫画多いでしょ。2つのカメラを同時にできたり、4カメとか24みたいにできるよね。4つカメラ買ったら。それが必要なのかっていう話になってくるけど。でしょ？面白いでしょ？両方ともリンクしてる。おはよこれはね、多分若い配信者はできないと思うけど。これはまあこだわりかな、自分の中で。なんかおかしいな。ちょっと待ってね。ああ、ありがとうございます。風船とバーガーありがとう。三原ひろむさん、ありがとうございます。なんか面白いでしょ。どういう時使う？例えば、例えば、なんて言えばいいのかな。ちょっと説明しづらいんだけど、こうやって外の風景を映すと。ね。こうやって俺が見てる視点で映す。まずは1カメ。で、2カメを、ワイプって言うんだけど、こういう俺が実況すると。いやー、今赤い革ジャンが見えてんだよ。みんな見える赤い革ジャン。あれクソダセーよな。誰が着るんだろう。あんなの着てるやついるのかよ、みたいな。テレビ的な使い方？要は、外の視点と、解説者の、その視点みたいな。そうそう、旅配信で使えるでしょ。この2つのカメラで、おい、見てみろよ、あのカメ。やばくね？あの革ジャン。クソダセーよな、とか。まあ、いろんな使い方ができるよ。まあ、どう使うかは自由だよね。それはセンスだから。まあ、そういう、要は2つの視点が作れるから、
対談番組とかも面白いよね。要は引きで2人を映してて、3カメを用意した俺の顔のアップと対談者の顔のアップと 3つのカメラで見たらスイッチャーで切り替える、そうそう、例えば、そうだな、ちょっと待ってね。例えばそのテレビっぽくやるとしたら、ちょっとカメラがね、今1台しか接続してないからあれなんだけど、ちょっと待ってね。こういう顔のアップがあるじゃん。こう。っていう、こういう、その、こういうスイッチングとかも使えるしね。2カメを用意しておくことによって。まあ、被写体が俺しか映ってないからよくわかんないかもしれないけど、こっち側のカメラが女性、対談者で、こう、男性とか、その、喋ってる時にこうスイッチさせるっていう、そういうこともできるね。そう。まあ、伊達にプロ名乗ってないですよ、配信は。そう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 。骸骨ね、スケさんって呼んでるみんな。釈迦はね、ここに置いてるから、ここでずっと見れるようにスタジオあのセット置くんだね。もう少しあそこの棚綺麗に見せたいよね。ここの棚作り込んで、あの鑑賞用の棚にしようと思って。あとまあその動きが滑らかに撮れるようになったから、あの今回のカメラスティック回しが綺麗に見えるでしょ。わかる？前のカメラだとブレてたのが動きを綺麗に捉えるから回転をうまく捉えるようになったよね。あと色合いがすごい綺麗に、赤がすごい強く出てるよね。シャープに撮れるようになった、前のカメラより。これ2000円で買ったソファだよ、中古のソファ。合成だよ、本革じゃない。こういう動きに強くなったかな。綺麗に撮れてる、いいね。今1秒間で24コマだから、結構映画と同じコマ数かな。1秒間24コマ。多分映画今どれくらいなんだろう。フレームレート。まあまあ、見てる方はね、滑らかに見れて、綺麗な映像が見れたら勝ちだからね。4年前とか配信の頃すごかったよね。4年前なんか何にも分かんなかったんだもん。本当にリーちゃんの言う通りで、何やるには何買ったらいいとか何にも用語が分かんない。フレームレート FTP だっけな、あの用語が分かんなくて、一つ一つの単語とかもキャプチャーとかも分かんなかったし、ヘッドホンは自分の声聞いてる。だからリスナーさんと、要は音をこうやってでかくしようとか、あ、これだと喋り聞き取りづらいなと思って、これだと音楽聞こえないなとか、要はそのモニタリングっていうんだけど、モニターっていうんだけど、みんなに届いてる音とここで鳴ってる音が一緒なの。だからエコーかけてる、あんたたち行くわよっていう、その届けてる音と自分で確認してる。これだと音楽が鳴ってんのかどうなんか確認取れないじゃん。だから PA やりながらやってる感じだよね。音響スタッフと映像スタッフやりながら喋ってるみたいな。全部一人でやってる。いや、そういうわけじゃない。実はカメラ、例えばね、どういうことかっていうと、こういう携帯電話みたいな画質でもできるのよ。わかる？これ今、そのカメラはいいカメラなんだけど、
出力っていうのを変えたのよ。昔の携帯電話みたいでしょ。アイコラって、なんだっけ、後藤真希とかの顔とか入れて、下おっぱいみたいな。コラージュとかみたいな。だから、カメラのスペックがいいから高画質になるっていうわけじゃないんですよ。要は、機械っていうのは使いこなさないと意味がないの。面白いでしょ？昔のニコ生みたいな。だから、あえてこういうこともできる。例えば、あとは、最高画質にするとどうなるのかっていうと、今度重すぎて見えなくなる。これが最高画質なんだけど、重たすぎて多分ね、伝わらない。画面がでかすぎる。ちょっと待ってね。これが最高画質ね。ちょっと待ってね。でかすぎるんだよな。ちょっと待ってね。これをいじくるには。ちょっと待ってね。これがね、このパソコンっていうか、このカメラの最高なんだけど、テレビよりもいい画質なんだよね。小さくするの大変だよね。あ、やっと俺が見えてきた。わかる？髪の毛の輪郭とかすごいでしょ？こんだけ引き伸ばしてもこんなに綺麗に見えるのよ。ただ、画像が綺麗すぎてパソコンが処理できなくなってる、これは。だからこれオーバースペックね。髪の毛の一本一本までここまで引き伸ばしても見えちゃうって。肌の、要は毛穴まで見えちゃうってやつだね。うん。画質を上げればいいってもんじゃないの。今度パソコンが処理できなくなったり、データを、すごい綺麗でしょ。すごい綺麗だけど、カクカクでしょ。こういうこともできるの。画像が綺麗すぎても、こうカクカクになるっていう。このバランスね。その、パソコン、要は、携帯の回線、サーバーの重さとかを計算しながら、どこが一番綺麗に見えるのかっていうのを計算しながらやるんですよ。うん。あ、間違えた。ちょっと待ってね。こっちだっけな。これ、あ、違う。スペック、あれどこだったっけ？忘れちゃったな。設定わかんなくなっちゃった。よいしょ。これでやってたかな。で、これバランスいいでしょ。ぬるぬる動くし。でしょ？見やすいでしょ？綺麗だし、ぬるぬる動くし、その、みんなにパソコン、携帯で見てもパソコンで見ても負荷がかからないっていう。うん。ニコ生出身者は配信環境を整ってる気がする。キャスなんてスマホしか持ってないとか多い。まあ、多いよね。あと、使い方がわかんないよね。やっぱ、ニコ生の人ってオタクなんだよね。そうそう。例えば映像にフィルターかけることなんか容易にできてさ。例えばそうだな。何をすればいい？色調補正を入れてみようか。例えば、こう、色を暗くしたり、映画っぽくっていうのかな。こう逆にアイラみたいにしたりね。アイラにしようか、じゃあ。わかりやすいから。おめえらやーっつって。ねえ、つって。もうアイラだよね、これ。うん。これがアイラクオリティですよ。こんな感じかな。これアイラクオリティね。もう真っ白っていう。怒られるわ、アイラに。うん。そうそう。あとは何だろうな。うん。シャープにする。うん。これあんまり効果がわかんない。まあ、いろいろエフェクトはかけられていくんだけど。うん。色をどうするのかっていうやつなんだけど、赤い色を強調、赤を強調したりとか、まあその映像作りだよね。ここまでこだわってやってるやつはいないと思うけど、いろんなことができる。音声のフィルターあんのかな。うん、まあいろいろできますよ。あ、目が痛くなって目が分かんなくなってきた。あとはその、現実的にどうするかっていうのもあるの。こういう、映像の、
エフェクトって言うんだけど、中で作り込むか、パソコンの中で作り込むか、それとも現実的に作り込むか、こうやって。これ両方とも一緒でしょ？で、そのバランスなんだよね。現実空間をかっこよくするのか、ライトとかで、ではここの赤を際立たせるためにこうやってやるのかとか、輪郭を出すために。それともこれをそのパソコンの中でやるのかという、両方手段があるんだよね。ゆいなさんいらっしゃい。こんばんは。まあ、そこは、作り手が意図してるところじゃない？何を表現したくて、何をやっていくのかっていう。極端な話、喋りが面白かったらさ、映像綺麗じゃないくて成立する配信者もいるわけじゃん。だけど、その映像綺麗な方がやっぱリスナーさん面白いと思うけどね。見やすいと思うし。ビデオカメラの、僕も思いました。っていうのも、今日アクションカムの 4K、ソニーのやつ買いに行ったんですよ。ただ接続がうまくいかなくて、パナソニックのウェブカメラだと、あ、ウェブカメラじゃない、アクションカムだとウェブカメラに転用できるんですけど、ソニーのアクションカムできなかったんですよ。で、エンコーディングが必要なんだよね。USB と HDMI、それをキャプチャーしてやるっていう手法しかなくて、それだと画質落ちるから嫌だなと思って。でも、ゆいかさんが言ってんの、僕、正論だと思いますね。ヤマトさんがそれやってて。あとはあれですよね。ネット回線のスピードとの折り合いですよね。どこまで耐えられるか、ネット回線が。受信する側と送信する側が。だから今の現実が一番バランスいいと思う。これくらいの画質が、携帯とかで見られる。パソコンで広げてみても、そこそこ迫力ある。4K とか重たいもんね。ネット回線がもっと速くなんないと無理だよな。音は今これ使ってますね。おい、ゆいがよ、お前よ、あんま調子乗ってんじゃねえぞ、この野郎。おい、とか。おい、ゲルゲ。あの人音質いいっすよね。これはオーディオインターフェースって言って、やっぱり声、ピンマイク、ここで、ここで、ここでやってます、僕は。佐野殺すぞ、どこに隠れてる？ かかってこいよ、この野郎、相手めえよ。っていうね。くだらない遊びも対応できるっていう。このボタンを押すと佐野エフェクトがかかるからね。俺でもストラップいいなと思ったけどね。木彫りの。結ヶ一家の。昔の。これはね、ヤマハの、AG03。AG03。ヤマハ AG03。初音ミクモデルとかも売ってるよ。シンプルになりますよね。要は、機材じゃなくて配信者は面白いことできるかどうか、裏方ですもんね、これって。どちらかっていうと。タレント力の方が大事だから、それはわかる。シンプルにやっていくっていうのが一番いいと思う。AG03 ヤマハ。ボイチェンっていうか、だから、エフェクター？とか。あと、コンプレッサーって言って、今、ちょっと、声質が変わったのわかる？こういうコンプレッサーって言って、その音を圧縮してるんだけど、ちょっと機械的な音になるっていうか。ボイスチェンジャーは、ここの間にかませる装置だね。音を作り込む。これはどちらかっていうと、音を整えてクリアに聞かせるための、とか。そういうための装置だね。あとはこういう BGM のバランス。
音をでっかくしたりとか小さくしたりとか、こういう役割、ここで音を作ってみんなのところに届けるっていう、うん、ああとんでもない。スカーレットさん、これはボイスチェンジャーではない、うん、本当はねパソコンの中で作れるんだけど、これと同じのがパソコンに仮想で作れるんだけど、俺は目で見えた方が面白いから、ヘッドホンとかもここに繋いだ方が音綺麗だし。ゆいがさん、今月香川さんのお店で店長やるって本当っすか？なんか噂で聞いたんですけど。客で行きたいな、ゆいがさんの日。ゆいがさんが店長やる日、遊びに行ってもいいですか、僕。客で。普通に飲み代払って飲むんで。26か。行ってもいいですか？お邪魔じゃなかったら。邪魔だったら、行かないですけど。もしよかったらお客さんで。配信つけないで、お忍びで行きたいですね。あ、多分無理でしょうね。僕もそう思います。もしゆいがさんがよければお話伺いたいですね。いろいろ先輩から。予約制。あ、じゃあ、香川さんに予約すればいいのかな？香川さんに聞いてみます。ちょっと行かせていただきます。あ、でもまあ、リスナーさんがみんな行きたいか。あ、了解です。あーでも邪魔しちゃうかな。ゆうがさんに会いたい人いっぱいいるだろうな、うん、ちょっと考えますね。空気読んでいきます。香川さんに相談してみます。仲間じゃない、先輩だよ。やめて。あ、いってらっしゃい、ゆうかさん。あやりんさん、やめて。先輩、先輩。俺、キャリアが4年だから。ゆうかさん、もっと長い。全然長い。怒られる、仲間とか言うと。大先輩です。旅行こうぜ。うるせえよ。今日は寝る。明日行く。仲間ではない、ね、後輩って感じじゃないですか、うん、俺は先輩だと思ってますよ、ゆいがさんのこと。じゃあゆいがさんが引退した時に俺デビューしたから、2代目ゆいがっつってゆいが一家が流れ込んできて大変だったんですよ、うん、僕5年生になりましたよ。4年終わりました、この前。ただキャリア半分ですね、うん、ていうかうんこ早いな。おめえよ、なあ、おめえよ、和道とかよ、なんとかよ、おめえ全然わかんねえよ。俺はよ、8年しか配信やってねえかも、俺は確かに8年しかやってねえかもしれねえけどよ、和道とかおめえ、俺からしたら全然大手でも何でもねえしよ。あ、ごめんなさい、すいません。で、怒られるよ、あやり。似てるっすか？夢の国さん似てます？そうっすね。すげえ似てますね。やばい、似てると思います、マジで。はい。いいっすね。
和道以下の配信歴のベンジョン。ベンジョンさんすごいですよね。2年ぐらい ?3 年ぐらい、うん、ゆうがさん、ふわっちやってないもん。ツイキャスだけだよ、今。うん。ほじきが嫌いなんだよ。うん。ゆうがさんは、ふわっちは、たまに、ドレさんのところによくいらっしゃるよ。うん。似てる？ヒカルくん。エリー、ありがとう。似てる？ありがとうございます。バーチ来たらみんなの稼ぎ減る。まあ、正直安ね。ゆうがさん来たら安ね。そうそうそう。リスナー取られるし。どうぞツイキャスで。どうぞツイキャスにもうこもってくださいっていう。こっち来ないでくださいって。こっちの畑は荒らさないでっていう。花火飛びまくるぞ、うん、でもゆいがさん待ってる人結構いるんじゃないですか。やってほしいってね、花火投げるからって。今何が売れてんすか。ライターっすか、うん、俺はストラップ欲しいけどもう売ってないだろうな。ゆいがストラップはちょっと欲しいよね。多分あれ初期の頃だよね。ゆいが一家ストラップ。まあグッズは物だから売りやすいっちゃ売りやすいんだよな。遊べるとか。うん。ストラップ懐かしいっていうか、まあ一番有名なグッズじゃん。もうレアでしょ。あれ持ってる人。古い人しか持ってないから。ヒロくんが持ってたな。ヒロくんが持ってて。あれ3000円だったっけ？ユイガストラップって。いくらだったっけな？ユイガ一家ストラップ。木彫りの。タオル完売、ライター100本、すごっ。あと20本、キーホルダー、キーホルダーはいらないかな。ライター100本か。コースターがこれから販売。へぇ、すげぇ。タオルはどれくらいさばけたんですか？ライターが100本ってすげぇな。ライター100本。あー。高額商品つ、あー、でもツイキャスだと若い人多いから、高額商品売れないか。うん、ストラップはね、一番最初の頃に作ってたの、ゆいがさんがあやりん。だから、初期の、もうそれこそ何年も前だよ。あと、パーカーとかね、なんだっけ、ダウンコートみたいなの売ったりしてる、ゆいがさんは。ダウンコートだったかな？なんか着るもの系結構売ってるよね。120本作って103本、すごいっすね。まあまあまあ、ネームバリューがゆいがさんめちゃめちゃありますもんね。ゆいがさんのクラスまで行ったらまあ売れますよね、うん、いやゆいがさんは売れるでしょ、うん、ゆいがさんとかうなちゃんまんとか石川のりゆきとかこれこれとかね。だってね、インターネット生放送知ってる人だったら絶対知ってる名前だから。雑貨屋さん雑貨屋さん、雑貨屋ゆいが、うんねえ。でもまあ、新作バンバン作っていって、トレーナー昔10枚作って1枚3万で売って完売。ええー、すげえ。トレーナーが3万で30万か。まあまあ、20万ぐらい、20万浮くかな。もっと浮くか。結構いいっすね、トレーナー。へえ。それは羨ましい。すごいな。さすがっすね。1枚3万で買うんだもんな、トレーナーを。俺だったら8000円で買う人10人いるかって感じだもんな。8000円、6000円。6000円だったらまあ売れるか。リザヤが全然違うよね。ゆいがさんクラスになると。
太い客がいっぱいいるんだ。すごいよね。1枚3万円で10枚即完売ってすごくない？まあでも、それくらいね、実績あるからね。T シャツ1万で売っても完売したが、発送とか配達のやり取りが面倒。思うでしょ？ゆいがさん。偽物だったら笑うよね。本物だと思うけど。ゆいがチャンネル。うん。これは本赤の方だと思うけどね。本赤だね。うん。ツイッターも本物だから。うん。花火は楽。いや、難しいっすよ、やっぱ。物がないんで、雰囲気を作らないといけないんで。やっぱ難しいっすね。うん。でも、おかげさまで、結構、ご支援いただいて助かってますね。うん。2ヶ月で100万だもんな。ありがたいよね、本当に。ピーガさんがやったら、まあ間違いなく100万プレイヤーになるだろうね。俺の予想200万いくと思うよ、初月で。だから、リスナーさんが投げる数は400万。で、ユイガさんに入る数は200万。まあ絶対いくだろうね。初日で50万ぐらいいくでしょ。1回やるだけで。みんな稼いでるもんな、ふわっち。だって、ね、数百万、700万ぐらい稼いでる？ 1000 万か。トップは、クラインは。クラインは1000万超えたね。テルチャンピンですら200万超えてるからね、収入。ふわっちだけでだよ。やばくない？ふわっちだけで200万超えるんだぜ。すげえ時代だよな。うん、テルチャンビンが今月の収入、4月の収入200万だっつってたから、どこ旅しようかな。一旦寝て旅に出よう。温泉行こう。温泉、風呂配信はふわっちできないけど、温泉でゆっくり体ほぐして温まって、で、旅館で雑談？絶対楽しいよ。旅館行こう、旅館。ついにリアツ、そう。もう今日そのままバッテリーの充電終わったら出ちゃうかっていう話してたんだけど、眠くなっちゃったし。うん。今日寝て、まあ起きたら、うん、8月1日にもう旅出ようかって言って。もう、ペットのシャカちゃんも、文鳥の鳥も彼女ね、扱ってくれたから、のんちゃんが。どこ行くか全然決めてないけど、とりあえず千葉の方行ってみようかなと思って。歩くのか、電車で行くのか全然考えてないけど。とりあえずまあ、プラーっと、木の実木のまま、いつも通り行こうかなと思って。
今のところね、離脱人数109人だから、今回で200人まで伸ばしたいな。うん、今回の数週間で20日間ぐらいで200人まで持ってきてえな。どんな人に会えるか楽しみだけど。あ、全然いいよ、全然いいよ。千葉の栄町で会おうっていう話だから。マルキーニョスどの辺なの、千葉の。マルキーニョスどの辺住んでるの。まあ、千葉ぐるぐるしても面白いかもしれないよね。船橋とか松戸栄、船橋と松戸栄って成田より、うーん、成田に寄ってないかな。うん、千葉市だね、栄町って。千葉市のど真ん中、うん、駅降りてすぐのところ、千葉、千葉市、千葉駅、うん、子供連れてったら人数って増える、それとも支援した人の人数。うん、リアドした人の人数だよこれは。だから子供と来てもらったら子供の人数もカウントしてるけど、うん、あった人数ですこれは、リアトツので。ステッカー買うか買わないかとか支援するかしないかっていうのは別に強制じゃないから、ステッカー欲しい人は1000円支援してくれたら1枚プレゼント、2枚欲しい人は2000円で、そういう形でやってるかな今のところ。うん、うん、午後から行きたい。あ、マジで？あ、じゃあ会おうか。うん。見といてよ。じゃあ、マルキーニョス。俺の放送。多分、千葉の方向かうから。まあ、一日かかるか、すぐ着くかはわかんないけど。ステッカーサイン全然いいよ。全然いいよ。うん、娘が一緒に行く。オッケーオッケー。うん。リーちゃんは千葉なの。うん。全然オッケーだよ。うん、ステッカーももうたんまり用意してあるから、ほら、今回の旅のステッカー、ちょっと2種類用意してるね。あの、このステッカーと、あの、ステゴロステッカーね。長野か。長野はまだ先かな。うん、木の実木のまま日本全国プラプラするから待ってて、あの、近くに行くまで。で、来れる範囲になったら来てもらいたい。まあ、県内に入ったとか、隣の県だとか。船橋は通るかな？うん、通るよ。船橋でリアドツ町でもいいしね。船橋、逆に船橋ぐらいだったら全然行けるもんな。うん。近いしね、千葉。狭いから。無理してくるもんでもないし、たまにね、群馬から来てくれる人とかもいるから、すげえ遠くから、さすがに悪いから3時間かけて来ましたとかさ。あ、本当に？オッケーオッケー。まあ船橋か千葉かわかんないけどさ、まあそんな遠くないから、船橋と千葉どっちか来てよ。船橋通るかどうかわかんないから、船橋から千葉ってそんな遠くないよね。京成だとちょっと乗り換えが、津田沼で乗り換えかな、うん、ちょっとめんどくさいかもしれないけどね。じゃあ、そろそろ僕はお休みになります。皆さんありがとうございます、いつも。
おやすみ。ありがとうございました。明日起きたらね、旅を再開しますので、ぜひ楽しみにしててください。とりあえず、千葉方面に向かっていく予定なんで、リア突をする方はぜひ、LINE に連絡ください。それでは皆さんおやすみなさい。お疲れ様です。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。